サーカス先生のピアノの用用ごっそり若干女子化し、うん、もうないけどツルツルになってます。手術ワンド噂のカンヌの小川です。サーカスです。今日はサーカス先生のピアノの用用ごっそり大掃除していきたいと思います。12月ですからね。お掃除です。気になりますか、ピアノこの辺左側、わかりました。エクストラクションで綺麗にしていきたいと思います。行ってみよう。普段何かケアされますか？最近洗顔と化粧水を。そうなんですね。毎日、毎日されてるんですね。男性は正直ですね、あんまりスキンケアしすぎない方がいい場合の方が多いので、やりすぎは良くはないんです。サーカス先生若干女子化してます。かなりだと。かなり年末年始開けたらキャラが変わっとるかも。そこまでは。鼻に蒸気当てていきますね、はい、鼻の周りをちょっとクレンジングしていきます。このアングルあれですね、サーカス先生がカレー作るインド人に見えるね。ターバンに見えるね。僕はまだイチゴまではいってないです。割と綺麗な鼻なんですね、はいはい。意外と洗顔をしてない人の方が毛穴って綺麗な場合も多いんですよね。強すぎる洗顔、過剰な洗顔をしてしまうせいで、はい、本来取らなくてもいい汚れとか皮脂まで取ってしまって、毛穴の皮脂の分泌が過敏になって詰まってるっていう人が結構多いので、何もしてないって言ってる人の方が肌が綺麗っていうのは理にかなってるんですよね。いろいろやりすぎちゃってる方がトラブルが多くなってる。何事もバランスが大事ですね、うん。引き取っていきますね。サーカス先生はニキビとかでは悩んだことはあるんですか？中学生高校生の頃は結構ありますね。思春期ニキビ。そうですね、まあ、でも当時は何したらいいか分かんなくて、だから潰さないようにみたいな。潰さなかったのは偉いですね。潰しちゃう子多いですからね。ちっちゃいのであれば潰しても大丈夫なんですけどね、でかいニキビ潰しちゃうとそれがクレーターになっちゃって数年単位で跡が残っちゃうってこともあるので。コットンで目元と口元覆いますね。一気にロボット感が増しました。ロボット感が増します。で、溶液をしっかり浸透させるために蒸気を当てていきます。サーカスヘッドがオープンしました。開いてきましたね。浸透しやすくなってきました。エクストラクション溶液を乗せていきます。それが毛穴を開く液体ですか？はい、液体が乗ってます。サーカス先生どうですか、鼻がピリピリする感じとかはないですか？ここまでないです。ちょっと感じるぐらい、はい、これで角質を柔らかくして奥の方の汚れまでしっかり取れるようにしていきますね。やっぱ自分で絞るのは良くないんですかね？あまりおすすめしないです。お肌が傷つくので、あまり強い刺激でギュッとすると。ストラクションでは角質を柔らかくしているので、肌に負担なく角質の汚れが取れるようにしているので、自分でするケアとは違うんですよ。下ヘッドオープン、絞り出していきますね。結構すごい。サーカス先生痛くないですか？大丈夫です。意外とねエクストラクションで柔らかくなってるので痛くないんですよね、はい、もう出ますね。これ時間との勝負ですかね。そうです。ああ、お鼻周りがあれですね、はい、洗顔が不十分なのかもしれない。しっかり取れた。おお、ちょっとこれはモザイクしてる。モザイクしてる。あ、お、見えてこう。あらまあ、あらまあ、痛くない？これ黒いの。あ、それ年代物っぽいですね。これ結構すごいですよね。ね。あら、まあ、だいぶ指先黒くなってきましたね。すでにサーカス先生の鼻が輝いてるから。意外と秋子先生攻めますね。いなくなかったですか？大丈夫です。大丈夫ですか？毛穴を引き締める美容液ものせていきます。エクストラクションすると一時的に毛穴が開いた状態になるんですよね。なのでそれを引き締める美容液とビタミン C の原液を今のせています。導入でしっかり締め込ませていきます。あったかい。残パックしてより毛穴を引き締めていきますね。乗せます。すごく潤い効果もあるので保湿
と美白と毛穴引き締めの効果があります。このレザンパックにですね、ビタミン C の176倍とも言われている抗酸化作用を持っているフラーレンが配合されています。さらにコラーゲンの生成とかを助けるビタミン A ですね、ビタミン A 導入体であるレチノールも一緒に入っているので、非常に肌がプルプルになりやすいと。珪藻土っていう、まあ最近だとねお風呂上がりのバスマットとかで有名になりましたけど、吸着性が強いので、まあ、すでにもう毛穴綺麗になってるんですけど、それをさらに根こそぎ取っていこうっていうのがこのパックの目的ですね。まあ、本来はこう顔全体にするんですけど、エクストラクションでは鼻だけにしてですね。固まってる感じが。徐々に固まってきます。固まりながら毛穴の汚れを取っていく感じですね。サーカスヘッドはどうなったのか。どうなったのか。取っていきます。はい、やっぱ白い。白くなりましたね。はい、もともとねそこまで黒いって感じではなかったんですけど、うん、毛穴も綺麗になりましたし、肌の色全体も透明度が増しましたね。透明度が増しました。ツヤツヤしてます。まだ見てないサーカス先生は何が何だかだと思いますけどね。レーザーパックしたの初めてですか。はい、あ、そうなんですか。はい、あ、受けたことないんだっけ。はい、初が鼻だけってちょっとかわいそうだけど。ね、それはそれでかわいそうだけど。毛穴の大掃除以上になります。触ってみます。めっちゃツルツルしてるじゃん。めっちゃツルツルしますよね。ちょっと嬉しそうなさ。ちょっと嬉しそうです。ツルツルになってます。いわゆる陶器肌ですね。他と触り心地が全然違う。男性もやっぱ肌が綺麗な方がですね、印象も良くなりますからね。そうですね。お肌が綺麗な方が印象がいいですね。特に第一印象とかはね、油でギトギトしてたりするよりはやっぱ綺麗な肌を抑えてる男性の方が印象がいいですよね。最近綺麗な方多いですからね、男性でも。どうですか。別の鼻つけたみたいな。わかります。初めての感覚。初めての感覚ですよね。こういった感じです。施術後なので光ってますよね。施術後なのでまだ毛穴がキュッとこう締まりきってないんですけれども、2、3時間すればギュッと締まってきます。これをあと3回ですね。するとよりキュッと引き締まって綺麗になっていきます。サーカス先生のキャラの大掃除2020終了です。どうでしたか、サーカス先生。綺麗になったのが触って分かるぐらいのすごく嬉しいです。そう、鼻が輝いてますね、うん、今キメが細かいっていう感じがします。つるんとして、今日は鼻だけでしたけどね、顔全体にするっていうタイプもあります。さらにこう顔全体のパックとかもですねあったりはしますので、毛穴の悩みに悩まれている方とかニキビでお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。これからも様々な美容情報、健康情報を配信していきますので、評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で、バイバイ。バイバイ。固まるまで、あきこ先生の趣味でも聞いていきましょうか。あきこ先生の趣味ベスト3。ででん、第3位、お菓子作りにしておきます。お菓子は何を。子供のおやつ。買ってくるんじゃなくて作るわけですね。時間があるときに一緒に作るやつ、さすが簡単なやつ。さすがお母さん。第2位、デーデン。子供と散歩。散歩。散歩です。家の近くとかを。体を動かしてもらった方が。散歩が楽しいじゃなくて、子供の体力を減らそうという作戦ですね。ああ、なるほど。よく寝てくれるかなって。あの、お母さんあるあるですね。お母さんあるあるです。では、気になる第1位、デーデン。昔からのイラストですね。カンナの YouTube は違うんですけど、インスタグラムの方のアイコンになってるイラストはあれ、あきこ先生描きましたからね。カンナさんがいいですね。一応カンナさんっていうカンナのイメージキャラクターになるんですけど、はい、まあ、気になる方はですね、インスタグラムの方に動画説明欄の方にありますので、見に行ってみてください。色が薄いんです。色鉛筆なんで。アイコンなのに色鉛筆で描くというね、まさかの薄いという。薄いです。一生懸命つけても薄かったっていう。ちょっとパソコンが苦手でした。後ろ鼻の方がツルツル。あれ、坂先生、こう感情があんまり出てこない。感動してらっしゃるのは感動は伝わるんだけど、あんまりこうテンションが変わらない。ツルツルやな。ツヤツヤ。ツヤツヤやな。